はい、どうもおもちゃんねるんです。さあ今回はこちら見ていきましょう。機関車トーマスの新しい映画シリーズに合わせて登場したテコロテチリンシリーズ、今回はこちらの3両を紹介したいと思います。さあでは行ってみます。ではまず最初はこの子から行ってみましょう。まずはじめはテコロテチリンプラレール流線形トーマス。さあでは早速袋から出して見ていきましょう。いや、新しいトーマスくんもなかなかかっこよさそうですね。はい、では早速見ていきましょう。まずはくるりとこんな感じですね。かなり形が変わっているトーマスくんになってます。今回のトーマスくんの表情はこんな感じ。まっすぐ前を見てニコッとして可愛らしい表情ですね。ボディラインがね、ほんと流線形ということでかなり特殊な形しますね。で、横から見るとこんな感じですね。かなり風の抵抗を抑えたようなデザインになってますね。で、おなじみのトーマスくんの一番のナンバーはこの部分に入ってますね。ちなみにですね、こことこことここは全てシールでできているんで、取り扱いには気をつけた方が良さそうですね。そして、後ろ側はこんな感じ。で、反対側。こちら側から見てもかっこいいデザインになっております。上からはこうなってますね。トーマスくんとはあまりわからないような感じに見えますね。形自体は普通のトーマスくんと比べるとかなり違うんですが、カラーリングのベースは一緒ですね。で、今回この流線形のトーマスくんはテコロテチリンの車両なので、基本的にはどこでもいいんですけど、こんな感じで手で押すと音が鳴るようになってますね。車輪がね、ちょっと滑ってしまうので、なるべくはこのレールの上で走らした方がいいと思います。あ、それと連結器がね、前と後ろについてるんで、こんな感じで別の動力車と連結させて、引っ張ってもらったり、押してもらったりして走行させることができます。まずは新しいボディですごく速そうになった流線形トーマスくんでした。それでは次の車両行ってみましょう。さあ次はアシマがすごく気になるんですけども、あえてフィリップから行ってみましょう。さあフィリップくんは袋から出すとどんな感じなんでしょうか。では見ていきます。はい、まずはフィリップくんくるりと見てみましょう。こんな感じの可愛いディーゼル機関車なフィリップくん。表情こんな感じですね。さあこれは一体何を考えている表情なんでしょう。で、サイドはこうなってますね。この部分にはフィリップくんの車体番号の68番、そこからくるりとこんな感じ。後ろの部分は丸くなっていて、反対側はこうですね。で、フィリップくん、これ実は一周丸々シールで表現されてますね。なのでフィリップくんもね、少し取り扱いには気をつけた方が良さそうですね。さあ、今回の映画のフィリップくんの役どころはどんな感じなんでしょうか。で、もちろんテコロテチリンなので、こんな感じで、テコロ菓子で音が鳴るようになってますね。レールの上ではこんな感じ。フィリップくんも前と後ろに連結器がついているんで、動力車に連結させて走らせることができるようになってます。
フィリップ君はなかなか可愛い車両になってましたね。ではでは次の車両行ってみたいと思います。さあそれではラスト3両目、今回の映画ではかなり注目されているデコロデチリンプラレールアシマです。さあ映画公開前からねかなり注目されているこのアシマ、実はねかなり僕もね発売を楽しみにしておりました。それではアシマ見ていきたいと思います。まずはくるりとこんな感じです。パッと見た感じでもかなり可愛らしい車両ですね。はい、では表情はこんな感じです。かなり目がパッチリしていて眉毛とまつ毛がかなり凛々しいですね。なかなか気が強そうな女の子のアシマ。フロントの部分がねかなり素敵なデザインになってます。これは可愛い。そして横から見たデザインもねかなり派手なんですけども、素晴らしく素敵で可愛らしいデザインになってますね。後ろ側を回るとこの面もピンク色で素敵。反対面もこんな感じです。どこから見てもすぐにアシマってわかるデザインになってますね。メインのねボディカラーは濃い青色なんですけど、そのカラーを忘れさすぐらいの本当に派手で可愛らしいデザインになってますね。いやーアシマ本当に素敵だこの車両。ちなみにこのアシマはインド代表の小型タンク機関車なので、こんな感じのインドっぽいデザインになってるわけですね。でもちろんこちらの車両もテコロでチリンなので、こんな感じで手で押して音が鳴るようになってます。レールの上だとこんな感じですね。トーマス君にも引っ張ってもらいましょう。いやー楽しみにしていた車両、さすがに可愛らしい仕上がりになっていました。ちなみにですね、このアシマもそれぞれの模様は全てシールでできているんで取り扱いは注意しましょう。はい、ということで今回は機関車トーマスシリーズのテコロデチリンプラレール3両を紹介しました。今度新しく公開される映画に合わせて発売されたこの3両なんですけど、いやそれぞれのキャラクター本当に映画の中でどんな活躍をしてくれるのかすごく楽しみです。さあその映画の公開もあと少しなので、あと少しの間この子たちを眺めながら楽しみに待っていたと思います。ではでは今回はこの辺りで、おもチャンネルのタルでした。皆さんのチャンネル登録、コメント、評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。